ちは。起きれた。でもちょっと遅くなっちゃってごめんなさい。おはようございます。11時半には準備を終えなきゃいけないから、準備しなきゃ。目がさ、むくんだ。目がむくんだよ。よいしょ。おはようございます。やばい、眠くて思考停止中だ。準備しなきゃ、メイクしなきゃな。
メイクしよう。ありがとうございます。いつまでやる？11時半までです。ごめんね、朝だからちょっとあんまり喋らない配信です。メイクするっていう、メイクします。今日なんか寝れなくてさ、4時くらいに寝た。昼？まだ朝だよ。10時はまだ朝だよ。10時は朝と認識している。よいしょ。この T シャツ何年着てるんだろうってぐらい着てる。ハニーシナモン。とりあえず朝なので信玄餅を食べたいと思います。お仕事頑張ってね、みんな。昨日もらった信玄餅で、事務所でもらった。よいしょ。ちょっと本当にな、欠品なんだよな。よいしょ。アメリカからおはようございます。おはようございます。頑張ってください。ありがとう。今日は休みだよ。今日は木曜日ですね。合ってますか？今日はお昼からお仕事？いや、朝だよ。10時半は朝やん。ねえ。そう思いません？ちょっとダメだ。中華依頼したけどまだちょっと、もうちょっと荷物かかるな。だいぶ終わりました。だいぶね、段ボール結構詰めて終わったんだけど、まだメイクとかして、メイクとかとか、そっか、あれだしな。いけるか、までに来るか、何時か分かんない。なんかさ、あれじゃないですか、最後に挨拶いけなかったけど、これからも頑張ります。ありがとうございます。焦らず明日にしようかなって今思ってる。また今電話しちゃいたいんだよね。大丈夫かな、とっても大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫、セーフですか。これはセーフですか、皆さん。寝すぎて、寝起きすぎて。はい、信玄餅をいただきます。朝から信玄餅です。めちゃくちゃ美味しそう。
たいただきます。朝からもつ煮込み信玄餅美味しいよね。いただきます。私昔大好きだったな、ちっちゃい頃信玄餅。なんか和菓子とかそんなにちっちゃい頃別にだったのに信玄餅めっちゃ好きだった。もうね、とにかくあーくっついちゃってますね、ものすごく、ものすごい勢いでくっついちゃってる。うん、おいしい。お疲れ様です。おはようございます。うん。ちゃんとこぼさず食べれてる。うん。うんうんうん。うん。うん。セーフ。でもさ、今の食べ方結構いいよ。あ、こぼした。こぼした。あ、でもちょっとだからでしょ。うシンゲンモチ。シンゲンモチです。ごめんね、ゆったり配信しかできないのでごめんなさい、本当に。ね、今後もね、なんか本当まだ何もなんだろう、はっきりとはねあれなんですけど、配信はこういうのんびりとした感じでやりたいなとは思っているという感じでございます。はい、あ、きなこか。昨日も紹介したけどさ、お花がかわいいね。お花単体で写真撮ってなんか載せたい。顔見れればいいわ。ありがとう、優しい。今お花の写真を撮っています。ちょっとお待ちください。なんかな、映えって難しいよね。映えは難しいと日々感じている28歳。
やっぱ加工でなんとかすればいいのかな。ただいま。やばい、ね、そろそろメイクを始めなくては。結構ひどい出来栄え。でもこれとかも、うん、まあまあまあって感じですね。ごちそうさまでした。持ってきます。よいしょ。ただいま。リップした、リップした。おはよう。ちょっと待ってください。